日南キャンプ中に即席でサイン会を開く広島、新井貴浩監督イコール転覆救助サインをする時の所作や書き方は人の心を映し出す。広島、新井貴浩監督47はサインを求められると笑顔で対応。そして時間がある時にはカープ笑い25と記した右側に感謝の一言を添える。感謝を添えることをそんなに意識はしていないけど、時間がある時に書くだけかな。ザウの名ではないけど好きな言葉かな。感謝を辞書で引くと、ありがたいと思う気持ち、ありがたさを伝えることと書かれている。現役時代の新井氏は1999年にドラフト6位で駒大から入団し、猛練習の末に主力打者に成長。2008年に同一リーグのライバルの阪神に FA 移籍し、15年に復帰した広島では16から18年にリーグ3連覇を経験。阪神から広島に戻ってきた時に温かく受け入れてもらったカープファンへの感謝の思いは尽きない。同監督のサインは変化している。例えば初期の頃は、新井の心が崩した筆記体で記されているが、現在は波打つような日本戦に変化。その他、カープ、タイガーズのバージョンや、感謝の有無と、数種類のパターンがある。春季キャンプで、新井貴浩監督、左のサインを求め、出待ちする多くのファンイコール宮崎、日南市、転覆救助を常々、ファンあってのプロ野球と口にする翔は、現役時代からサービス旺盛で、2023年に監督就任後のキャンプ地では、サイン会をほぼ毎日実施している。全体練習後、球場に残っているファン全員にファンサービス。多くの人で賑わう週末には1時間を超えることがあるが、最後までサインペンを手に、色紙やボール、グッズに名を記す。周りに感謝してってところだよね。今季は夏場までリーグ王者になった巨人と優勝争いをしたが、9月に球団ワーストの月間20敗と急失速し、最終的に4位に終わった。2年ぶりにクライマックスシリーズ出場を逃し、今週は鍛錬の日々。7年ぶりのリーグ優勝を狙う2025年シーズンも、感謝の思いを胸に、背番号25のユニフォームに袖を通す。柏村翔。